こんにちは、さすらいのお気楽作曲家春畑セロリです。皆さんどうしていらっしゃいますか。私はさすらいのお気楽者と言いながらですね、この1年余りさすらうこともできずですね、結構この仕事場にこもっています。それでこう今年になってからですね、創作意欲をこうかきたてられるような事件がいくつかあって、曲書きたいなと思うんですけど、天性の性格上ですね、芸術家肌というよりは芸人肌でですね、天才肌というよりは凡人肌なものですから、こう一人でおー湧いたみたいに、コツコツとやっていくということが苦手なので、しかも皆さんとなかなか会えない今この時期に、なんとかこう皆さんとつながる方法はないものかと、考えまして、一つちょっとアイデアとして、皆さんに私の曲を弾いていただいて、これ自分でね弾いてアップすればいいんですけど、地道に練習したりこうちゃんと弾くっていうのが苦手なので、これは皆さんに投げようと思いまして、皆さんに自由に私の出版楽譜や、出版されてないのでもいいんですけど、作曲作品、編曲作品、アンサンブル何でもいいので、どんな形でもいいので演奏していただき、上手でも下手でもいいし、ドレスアップしてても T シャツでもいいし、間違っちゃっててもいいし、ものすごい素晴らしい演奏でもいいので、送っていただいて、それをご紹介しながら皆さんとこうお話しするっていうような企画をやってみようかなと思いました。で、ホームページの方にも、こんな風に投稿してくださいっていうこととか、それから YouTube のチャンネル の概要欄にも、投稿のフォームとか、こんな風にしてくださいとか、いうことを書いていますので、例えば、皆さんの動画をそのまま投稿しますので、顔出しとかそういうことも、ご自分で考えてくださいと、いうことをですね、書いていますので、それをぜひご覧いただき、どしどし送っていただけたらと思います。また展開していく上でいろいろ違うことを思いついたら、また何かやるかもしれませんけど、とりあえず皆さんの作品をお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。